おはようございます、現在時刻は8月4日8時51分ということでね、まあなかなかいいんじゃないかな。なかなかいい時間に起きたんじゃないですかね。よし、今日も僕の夏休みは見るたび笑ってしまうわ。平均2時間やってるけど、今日も2時間やりたいと思います。よろしくお願いします。覚悟してください。よし、まずはラジオ体操で体を起こしてね、実況の準備をしないと。いいですね、これ。じいちゃん杖はちゃんと下ろすよ、危ねえだろっていうコメントがありましたけど、肩上がってねえな。杖の重みで肩上がってねえな、じいちゃん。杖は下ろしてください。よし、さあ今日の何かな、朝ごはん。なんだあれ、鮭でかくね。いただきお魚だな。あと、なんか、サラダみたいなのがあった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。朝から豪華だね。おばちゃん、アイス。ひかりちゃんだ。おはよう、ひかりちゃん。アイス。あ、アイス持ってるよ、俺。ドロッドロのアイス。食べる。男のガキばっかじゃなくて、女の子がいたらいいと思わねえか。確かにな。むさ苦しいんだよ、お前ら。そういうことわけ。だって、こいつ猫飼ってんだよ。ダメなの、猫飼ってんだ。猫背負ってるだろ。え、あ、猫をかぶるでしょ。あ、猫背負ってるって。あれ、おばちゃん、ひかりちゃんに失礼なこと言っちゃった。あ、なんか下向いちゃった。おばちゃん、おはようございます。あ、やすこちゃん、どうしたの。ひかりちゃんが悲しんでるよ、クソガキどものせいで。うちの妹、ひかりって言うんだ。知ってるよ、よろしくね。もう仲良しだから、うん、知ってるよ、もう何度かお話ししたもん。占い友達だから。そうなの。そう、オカルトな関係だから俺たち。私、男の子って大嫌いなんだ。ブチ切れてる。なんで？なんで？ここんちの男の子、いっつも光に意地悪ばっかしてくんだよ。あいつらやんちゃだからな。しげるくんなんか、私の暴き隠したりするんだもん。そうなんだ。しげる。でも、しげるくんはそんなにやんちゃ坊主じゃないと思う。いや、しげるやんちゃ坊主だろ、十分。なんで光にそんなこと言うんだ。すぐ切れるし、あいつ。わかんないよ。すぐ切れる若者。とにかく光、もううちの方に帰るね。あら、ひかりちゃん、アイスは？アイスは？あらあら、俺のポケットに入ってるアイス。あげちゃうんだから。あら、まあ、ねえ、またお姉ちゃんと踏み探検でもしようか。する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 、うん、行く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 、やった。とりあえずこっちにまっすぐ行くと、北門とお地蔵様があるから、その前で待ってるね。だからあれか、ひかりちゃんの占い。そうそう、お地蔵さんって言ってた。なるほどね。時間が足りなくなっちゃうからね。はーい、じゃあもうすぐ行こうぜ。もうすぐデートしよう。ナスコ姉ちゃん、僕くん、今日もデートだけど、大人の俺からのアドバイスだ。デートは2回目が勝負。決めてこい。さあさあ、そしたら、まあなんか時間が足りなくなっちゃうとこなったら悲しいんで、早速俺行くわ、デート。まずデートしよう。朝一デート決めて、それからまあ時間あると。あ、いた。安子姉ちゃん、これこっちに繋がってんだな。あ、来た来た。おっす。ダメだつうか、僕待たせたら。光はおみくじ地蔵って呼んでるんだ。おみくじ地蔵。この間大吉出たんだよ。なんでおみくじなのかな。知らないふりがうまいな。でしょ、本人に聞いてみたらいいかもね。やろうや、おみくじ。え、ちょっと待って、小紫かな。はいはい、おお、大やばいな、僕くん。もう殴りゃ、もう地蔵殴りゃ大吉だな、いつもいつも。じゃあ次行こう。ああ、街を探索できる。やっぱり森の近くに来るといい、ね、ここいい、空気がしっとりしてて美味しいな。いいんだろうな、ここ空気。あれ、わからんの。キノコみたいなカビ臭い匂いもするけど。都会かぶれが。お墓の3秒ルールって知ってる？何それ、知らん。え、どういうこと？この石段の上にお墓があるの、うん、だから
この広場は息を止めて3秒以内で駆け抜けなくちゃいけないんだ。もうこの間結構そうなんだ楽しんじゃったお墓、うん、じゃあ息を吸って大丈夫行くぞー今止めてるから近っ本気で走ったのいやだえ2メートルくらいしかないじゃん。今のはかけっこだったんだ。いや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 、僕だって負けないよ。行け僕くん。これこれそっちはダメだって。そうなん、あやばい、なんだろう、危ないとこなのかな。え、なんかお家あるよ、ね、止まって止まって、そっちは嫌だってば。なんでどうして、普通に家あるじゃん、幽霊屋敷みたいな感じかな。あ結構汚ね錆びれてる。誰もいないのかな。わあ、なんかもうじいちゃん家感やばいわ。ここ実はね、ここあそうなんだ、私の幼馴染の家なの。あそうなんだ。なんかさオープニングの時にね、全く付き合いがないんだけど、私が小学校に上がるまではほとんど毎日一緒に遊んでたんだ。男の子がいて安子姉ちゃんが目をそらすシーンがあったの。このうちの子は一緒に小学校に上がらなかったの。うん、学年が一つ違ったの。そのことに入学直前まで誰も気がつかなかったからそんなことある。分かった時はお互いびっくりしたんだよね。そんなことあるかい。悲しいことに、うん、こっちは一緒に小学校に上がるんだと思っててさ、うん、あっちは二人とも次の年だと思ってたんだ。あーそれでなんか疎遠になっちゃったん。僕も下向いてるよ。ちびすけ三毛猫泣いた笑ったララララララ。右手がグーデだ、左手がチョキデだ、カタツムリだ。ひとりひだまり三毛猫友達できたララ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 楽しいな。じゃーん、運命のいたずら。なあもう、私たちが男の子と女の子だったからかもしれないけど、こんな私の入学以来その子とは随分疎遠になっちゃったんだ。ふーん、そうなんだ。ねえ今の歌何。え、これはね、私中学で演劇部だったの。今のは舞台用に私が作ったフランス民謡の替え歌なんだ。お姉ちゃんこう見えても一応部長さんだったんだから。へえ、すごいんだねお姉ちゃん。ねえ続きはあるの今の歌に。うん、あるようなないような、あるようなないような。夕方になってどんどん暗くなって、気がつくともう周りには誰もいなくてさ、うん、結局猫はまた一人ぼっちになっちゃうんだ。いやー、あすこ姉ちゃん、こういうところまで作ってなんだかどーんと寂しすぎるから。いやそれがいい、やめちゃった。そんな寂しい歌はダメだよ。なれば永遠のお蔵入りってわけ。そうなんだ、ちょっと悲しい歌なんだね。みんな仲良くなったハッピーエンドにしようや、うん、もう一回作ろう。さてと、その歌の続き。そろそろ戻らないとヨウくん帰ってきちゃうかも。ヨウくん、ヨウくん、あれヨウニ。そう、ここの家の私と一つ違いの中学生のママ。あれなんかロケット飛ばしてるやつ。それが幼なじみのヨウくんってわけ。なるほどね。それにしても一個した中3今。あの子の機械いじりもかなり本格的になってきたな。ガチじゃん。何これ、ペットボトルじゃなくない。ガチのロケットじゃないあれ。じゃお姉ちゃんは話題の主が帰ってくる前にお地蔵様も。なんでお姉ちゃん、僕くんが一緒にいれば大丈夫だって。なあ仲直りしてくれ。ちょっと今のやばくなかったですか。なんか歌聞いて俺をほのぼのしてさ、にっこりしながら画面を見てたらさ、もうあれちょっとずるいよ。日記書こう、日記書こう、このことを一生忘れないために日記を書こう。背負ったらか、そんなんじゃないわ。あとまた探検行くよ。背負ったらかぶったら光り上げに相応しい、本当はどれが正しいの。それじゃない、僕くん。安子姉ちゃんと幼馴染の家に行って
やすこね、やすこ姉ちゃんのこの冷たい顔、すごい冷え切った顔。村の中案内してもらったんだ、村の中案内してあげたんだ。なかなかうまくできたんだ。よし、お前が案内してあげたんだ。いやちょっとこれやばくないか、つうかロケットピカピカ輝く銀色のロケット、これわけのわからない装置、不思議な、俺ペットボトルロケットかと思ったけど、にしちゃよく飛ぶなと思ったけどさ、ガチロケットじゃねえかよ。ホリエモンか。コンクリートの土台が焼け焦げて変色しているロケットの発射台だ。ガチじゃん、焼け焦げてってもう、その火薬使ってんの嘘だろ。よお兄ちゃん将来は NASA とか冗談で言ってたけど、ガチやんけ。あ、ニュー高くない？位置高いんだけど、背伸びせ、ジャンプ、あ、来た、ナイス。じゃーん、姫しじみ。よお兄ちゃん、いないのか。あ、縁側に座って、やばい、じいちゃんち、じいちゃんちだわマジでこんな感じなんだよな、じいちゃん地元の。もう目の前に、目の前ってことだよ、まあ、すぐ近くに海があって。なんすか、ここでよくさ、子供用のプールに水溜めて、スイカをキンキンに冷やして、ここで食べるみたいな、やったな、子供の頃な。いや、でも俺、ちょっとなんとかして、俺、安子姉ちゃんとよお兄ちゃんを仲良くさせたい。ガラクタの山に占拠されて家の玄関。いや、そうすると僕くんの彼女候補彼女候補だったのに、モーターに切られた冷蔵庫と扇風機が落ちているあ、入れる。大丈夫？それ大丈夫？綺麗な水かい？なんで水出っ歯？これあれかな、なんか湧き水みたいな。今の崩れたガラクタの山崩せないかな、崩して怖い音楽流れない。なんか入れるんだけど、がっつり俺の海パンツを持って山に上がってこいと書かれたメモがある誰だ、おじいちゃん、お父さん、なんかまあ住んでんだろうな。吉田ガス、入れんのこれ家も。あ、家の中には入れないわ。玄関まで、ここすげえトトロの家みたい。あのカンタがカンタが入ってきたところぽい。こればあちゃんが持ってけってっつって入ってきたところ。あ、なあ、これこっからも海に入れるのか。なるほどな。あれもう安子姉ちゃんは終わり、これデート。デート終了ですか。小さな納屋がある。ちょっとだけガソリンの匂いがする。灯油置き場かな。こっちは。あ、いける。え、あれ大紫じゃない？これは？撮ってんだよなぁ。あ、ニュー、なんだよ、ニューじゃねえか。うわぁ、ちょ、人は驚くとこういう声が出ます。皆さん勉強になりましたか人はガチで驚くとこういう声が出るんだよ。大紫だ。でも今、え、レアじゃなかったなぁ。大紫はもうレアじゃないのか。ていうか、レア虫はどう出るのかわからないけど、レアじゃない。あ、ドブが、ドブ板をめくる。ドブが、待て、来た。あ、デカザリガニだ、やったぜ、嬉しい。ここは違うのかな。あれ、これもしかしてさ、来た、川釣りできる。はい、ここで2時間です、今日は。あ、毛針、剣棒の毛で。来い来い。でも魚いないね、見えねえ。あ、来た、重くない、いきなり重くない、いきなり重くない。あ、ニジマス、いいねー、ニジマス、きれい。あ、うわ、おらおら、ドン、ニジマス、でかくない？なんかさ、イワナ、ヤマメもう50センチクラス取れるでって言ってたよな、確か、たけしが。でかいでかいでかい。あ、いや、これ50、あ、いるんじゃない、50センチクラス。おら、惜しい、ダメだ、ここにいるニジマス全部釣ってしまったわ。
残念だけどもうニジマスには会えないだろうな。さようならニジマス。あ、夏子姉ちゃん。あれ誰かいるよ。サイモン。サイモンほんと気づかねえわ。いつもより薄いね、色素が全体的に。はい、やった写真だ。チーズピース。写真楽しみにしててね。また夜くれるかな。ありがとう。前はおばあちゃんがよく写真撮ってくれたな。ね、今の人誰？あ、知らんのか。民宿のお客さんだよ。まあ、ただの客だもんな。そうなの。そうだよな。まああんなの歩いてたらめっちゃ目立つけどな。今日は楽しかったね。楽しかった、うん。僕も楽しかった。じゃあ、うん、また時間ができたらお姉ちゃんの家にも遊びに来てね。行く。分かったよ姉ちゃん。今日の夜行くから、ね、うん、鍵さようなら僕開けといてな。あ、三秒ルール。あ、忘れてた。そうして二人は呪われ、その呪いは町に伝染し、この島はなくなった。さあ今日はいろいろ、あ、そういえばこれ、おお乗れる自転車、これめっちゃ嬉しいな。おい、これで遊ぼうぜ今日は。おい、おお、お前らいいだろこれ。どつかこいつらのどっち、あ、やばいやばい、あ、ちょ、止まんない、どうやって止まんのこれ、マジで止まんないんだけど。あ、来た、降りる。あのチャリこいつらのだろうにな。なんでこいつチャリ乗ってんだよって思ったろうね、今ぐる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 してし。ザリガニ取れた？全然取れない、俺めっちゃ取れるぜ。この前捕まえたやつをさ、うん、筆箱に入れて学校持ってったら、うん、ガーン、死んじまって。筆箱に入れるからだろ。こいつらろくな大人にならないわ。おじちゃんおばちゃん教育し直した方がいい。、うん、それでお兄ちゃんのランドセル来たかったんだ。最悪だよ。ザリガニ取ろう。俺はでかいザリガニさっきゲットしたからね。やった、よし、だいたいここにいるな。2番目にちっちゃなザリガニ、だいたいそこにいる。やった、あー、やった。オーケー、ちょっと待って、どうせ1匹しかいねえだろうと思って歌歌ってたら取れちゃった。やった、やった。大量大量。王冠海の中とかだけじゃなくて普通に家の中とかにもあるらしいな。よし、やっちゃり、あ、朝顔に水あげなきゃね。えい、あ、ちょっと気づけ、怖い、これこれすごいスピードなんだよ。漕ぎ始めたら止まんねえんだ基本的に。はい、あ、自転車にかかっちゃう。消えた。すげえこの自転車、水がかかると思って透明になりやがった。錆びちゃうからな。だから俺も海の近くで育ったからわかるけど、もう自転車置いとくだけでクソ錆びるからな。もう朝いつも霧がすごいし。いやー、おらおら、でっちゃ出る。何匹目だろ、6匹、6匹か7匹。え、見つけた、なんて言ったっけ今まで。すごい、あ、もうさすがに枯れたか。くそー、ここまでか、ここまでなのか。おじいちゃんとお話ししたいし。あ、虫、あー、虫いた。チャリ乗ってると虫取れんな。ヒメアカタテハ。おい、ボクシャ、もうここの港で泳いだかい。もうこの島一俺が泳いでるよ多分。ここ3日間で。ここにはボラがたくさんいるんだけど、うん、当たりが弱いから釣るなら脈釣りがいいんだぜ。やっぱいろいろ釣りについて教えてくれるな。何にもつけない一番シンプルな方法さ。かっこいい。餌は？本当は、うん、エビが一番釣れるんだけど。エビなんか持ってないよ。人間様が食べるものをわざわざ使う必要はねえよ。もっと自然に感謝しろ。釣りはな、ザリガニってことか。要はザリガニで十分だ。魚なんぞってことかな。おにぎり、あ、おにぎり食べたい今日は。あったー、いっぱいある、いっぱいあるよ。6個もある。食べろ。やった。うまいうまいうまい。うまいうまいうまい。まんまんまんまい。よし。もっと食え。
5個あります。食え食え食え。昨日全部食われたんだから。食え食え食え。よしよし。もっと食え。もっと食え。4個あります。ガキンチョガキンチョ。おばちゃん。おじいちゃん。まあ、おじいちゃんの分ぐらい食ってもいいだろ。おじいちゃんの分ぐらい食ったっていいだろ。よし。じゃ3個だけ残しておいてやるかしょうがないから。みれちゃーん。こんにちは。つみれちゃんの部屋に王冠ありそう。めっちゃ。今日は大吉だったから。これ見なくてもいいんだろうけど、すみれちゃんどうだい調子は。悩んでたけど小説がのんびりちょっぴり進んだよ。また俺なんかしたっけ。今回は冒険活劇なんだけど、うん、かなりうまく書けてるよ。マジで自信作読ましてや。でもちょっとおしゃべりしようよ。なるほど、僕くんが何かを解決するとそれが元になって小説が出来上がっていく。メタすぎるだろお前、うんうん、なるほど。我ながらナイスなアイディア。お前ソロ本当ナイスアイディア。印税の3割くれよ。シロナガスクジラ。びっくりした。もしかすると今の話聞こえてた。もうこれつみれちゃんのびっくりは天下一品だな。うん、聞こえてた。何も聞こえてないよ。いや聞こえてたよ、まあ、バッチリ。どうせ意味わかんないだろうけど。ほんと意味わかんないわ、つみれちゃん。つみれちゃんの言ってること一つもわかんない。ずっと平気。はい、つみれちゃん何やら怪しい独り言。僕が小説になるみたい。ナイスアイディアとアイスなアイディアとシロナガスクジラは全然違う。日記もわけわかんなくなっちゃうわ。もう独り言は言わないからね。そうなの。危ない危ない。全部聞こえてたよ。いやもう俺請求するよ、ちゃんと弁護士立てるし。弁護士立てるし、なんなら机の上に書きかけの。はい、さあ今日もダンカンに読んでもらおうかな。仲良しは忘れない。これ何で出たの。仲良しは忘れない。キツネ君は最近なんだか様子がおかしい感じです。いつもポカンと空を見上げて家の前のベンチに座っています。あら、僕去年転校していったリスのノリスちゃんに会いたいんだ。リスのノリスちゃん。でもノリスちゃんはもう僕のことなんか覚えてないかもしれないし。あ、これさっきのイベントか。それを聞いたパンダの黒と白くんは隣町に引っ越したノリスちゃんの家に行きました。ノリスちゃんがあれじゃん、姉ちゃん、安子姉ちゃん。ノリスちゃんはポカンと空を見上げて家の前のベンチに座っていました。私去年まで毎日一緒に遊んでいたキツネくんに会いたいんだ。二人の気持ちはすれ違ってるだけで一緒なんだよ。でもキツネくんはもう私のことなんか覚えてないかもしれないし。それを聞いたパンダの黒と白くんは、一体全体どうすればいいのかわからなくなってしまいました。僕くんの心情だ今の。このお話は続きます。でも俺にはわかる、大人だからな。二人は一緒にいた方がいい。絶対二人を仲直りさせよう。僕くん、男はたまには引くことも大事だ。僕くん、お前にはチョコと過去と光がいるし、なんならつみちゃんも今日はいるかい。サイモン、サイモン、あいだ、写真くれ、ね、まだかな。ところで君はなんでここのおじさん家に来たの。いや臨月か。お母さんが臨月だから。臨月わかるかい。そうなんだ。わかるんだ。サイモン日本長いな。赤ちゃんが生まれる、とっても楽しみだね、うん、楽しみだね。お兄ちゃんになるんだ。赤ちゃんが生まれる。サイモンも喜んでくれるかな。ナショジオ読んでこ。ナショナルジオグラフィック。あ、ここ座れるんだ。あ、サイモンのお気に入りの場所は。あ、お昼はここ僕の場所にしよう。全部座れる。いいな、ここほんと。マジこの旅館いいな。おばちゃん、 こんにちは。ねえおばちゃん、天下粉ってなんで天下粉って。あ、まだ天下粉の話してる。うん。え、ごまかした。おばちゃん、天下粉ってなんで天下粉って言うの。黄色いカラスウリのことを天下っていうのよ。カラスウリ、昔はカラスウリの根を粉にして使っていたから、うん、天下粉。わかった。はい、今スマホで調べたの。今この一瞬で一回ちょっと話そらして、スマホで調べたな。足音を立てるなよ、足音を立てるな。僕歩き出しの一瞬体が広がる、それを生かして
そう。足音立てるな。足音立てるなよ。いいぞ。まずこっからチェックしないとな。まずこっからチェックしよう。あれか。今は女湯の時間です。だからなんじゃい。だからこそじゃい。なんじゃだから。なんじゃい。あ、じゃあ僕くんちょっと。10秒け。10秒け。お願いします。あーくそ入れねえのか。別に誰も入ってねえんだったら関係ねえ。でも後から入ってくる可能性あるしな。くそ入れなかった。準備もできたのにな。この落書きもさ、いやなんかよく考えたらここにこの落書きするのじゃちょっと狙ってるところあるよな。実際あ、開いた、来た。オプテラノートン、プテラノドンだ。これも好きな人多いだろうな、プテラノドン。あ、こんな感じで普通に入ってたら落ちちゃってたりするんだな。今日もやるか、虫相撲。これ聞こえお前らさっき廃屋のとこにいたじゃん。どんだけ地獄耳なんだよ。キングって俺持ってない。ごめん、持ってないよ。キングいねえじゃん。誰とも持ってないみたいだな。キングはまだ戦えないんだ。じゃあこいつでどう。強いでノコギリ。か、早速強いでいくわ。それできた。頼むぜ。今日はお前に風を起こしてもらおうと思ってる。うっ、こいつ背中を押してこなかったらと。でも大丈夫。よしよしよし、うっちゃれ。景気づけに一発うっちゃれ。よし行け、うっちゃれ鬼。いやー、足を引いてきた。一撃必殺。あー負けちゃったよ。安定している。どうやらうっちゃれ頼みみたいなとこある。あー、あー行った。よし、はあ。つえ、来た。おお、ついにこの虫も受賞したぜ。来たぜ。名前をつけてあげなきゃ。やった、虫名前をつけましょう。赤い風。これ持ってない。次、黒い風と赤い風。こいつらで巻き起こしてくれ。ハリケーン、いけいけいけ。あんまりジャックと戦っても確か意味ねえんだよな。でも強いやつやらなきゃ。でも余裕。おい、え、お肉はマジ強いな。じゃ次は俺の番ね。赤足やや不利、相性悪い。相性悪いんだ。殴れ殴れ。コクワ、おい、いいぞ。技出しまくれ、技出しまくれ。よし、あーくー、さすがに無理か。どんな問題。つえー、デビュー戦。いけいけ、足引き。あ、これはうっちゃれのタイミングまでいかないな。足引き、スタミナ同じだから。よし、かわしたか。くそー、あーあ、押されてる。足引いてくれー。あー、足引いてきた。かわした、ナイス。これはいい勝負。若干スタミナが相手の方が高いから。あー、かわしてるかわしてる。足いけ、当てた方が勝ちだよ。足足足足、当てられるな。足を引かれる前に引け。なあ、かわした。よしよしよし、いけいけ。格上相手に見せてくれ。かわしてるかわしてるかわしてるぞ。連続足引き、かわしたぞ。やつ一回引いて、いや落ち着いて。うわー、やめろー、かわし続けろ、かわせ。がっくー、なんだこの戦いは。おー、頼む。いやー、この相手もかわすか。いやー、あっち、いや、もうなんじゃこれマジで。あー、白熱する。なあ、頼む。いけるいける。回復されてるぞ。でもお前の方がスタミナ高い。一回、あと一回足引いたら勝てる。なあー、怖いよー。あと一回当てろよ。足引け、足引け。あー、怖い。なあー、くそー。なあ、僕の勝ちー。うわー、もうちょっとだったのに。もう一つ風を起こしたかったな。赤足はさ、カウンターとガブリ寄りの二大必殺技が強いんだよね。あ、カウンター持ってんのか。あと赤足が小さい虫と戦うときは、怒らせて技を出しやすくした方がいいよ。結構アドバイスしてくれるな。なるほどね、わかった。赤足欲しいな。
まずノコギリとお肉はしか、あとココアかしかないからな、少ねえんだよな。ここもノコギリしか出なかったし、あ、砂糖水塗ったっけ。砂糖水、え、ちょっと待って